新約聖書のマタイによる福音書7章24から29節です。お聞きくださるだけでも結構です。家と土台、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからである。以上です。次に症例を申し上げます。本日は瀬戸チャペルの後ろに掲げられています本学の見学の精神の啓示愛人をご覧にいただきながらお聞きくださいればと思います。その啓示愛人については第1回目に詳しくお話しさせていただきました。さて本日の症例題は人生の土台であります。聖書においては特にその中心でありますイエス・キリストにおいては例え話が多く語られています。本日の聖書朗読箇所はマタイによる福音書7章ですが、この7章を含む5章から7章にかけてのいわゆるイエスの三条の説教においてもいくつかの例え話が見られます。例えばその最初の5章にはあなた方は地の塩であるとか、あなた方は世の光であるという有名な例えがあります。そして先ほどの聖書朗読の見出しとして家と土台という例え話がその説教の最後に語られております。そのようにイエスは多くの例えを聴衆に語られたのでありますが、どうして語られたのでありましょうか。それはイエスが神の国すなわち天の国という根本的メッセージについて語られた時に他の身近な似たことに置き換えて説明されたということが考えられます。イエスは神の国について神の最愛の御子として日常的なことを通して自由になぞらえられました。そのことによって聴衆には普通の説教よりもかえって想像力を刺激したりして永続的な印象を与えることがありました。時には暗に罪を確認させたりイエスへの決断を迫ることも含まれていました。その結果イエスの例え話は信ずる者には理解や洞察を与えてくれるのに対して心の固くなものには無意味なものとなりました。ちょうど同じ太陽の熱に対して蝋は溶けるけどもレンガはかえって固くなるようなところがありました。さて本日の聖書朗読の見出しとして家と土台とあります。これはイエスによる代表的な例え話であります。それゆえそれぞれが何を置き換えなぞらえて
いるのか、まず考えてみましょう。まず、家は24節に自分の家を建てたと、また26節に家を建てたとありますように、各自の人生をなぞらえていると言えます。また土台とは、24節に岩の上に自分の家を建てた賢い人、また26節には岩を土台としていたからであるとありますように、まず岩を意味しております。さらに本日のマタイ7章と並行記事がありますルカ6章48節には、地面を深く掘り下げ岩の上に土台を置いて家を建てた人とあります。そのように土台は岩の上、さらには地面深くの岩の上を意味しております。さらにこのような岩の上とは、24節に私のこれらの言葉を聞いて行う者はとありますように、イエスのこれらの言葉を聞いて深く信じ従うことが前提に含まれていますが、イエスの御言葉ということになりましょう。さらには新約聖書のコリントの信徒の手紙1、3章11節には、使徒パウロがイエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできませんと述べていますように、岩の上とはイエス・キリストご自身とも言えます。それゆえに岩の上とは人生の土台としてのイエスの御言葉、またイエス・キリストご自身をなぞらえていると考えられます。こうした岩の上と他方砂の上にそれぞれの家を建てた人が、賢い人と愚かな人に分けられています。すなわち賢い人は岩の上、すなわちイエスの御言葉、またご自身に自分の家を建てた人に似ており、愚かな人は砂の上、すなわちイエス以外のものに家を建てた人に似ているとあります。賢い人が賢いゆえんは、まず固いまた深い岩の上に自分の家を建てた点にあります。他方愚かな人が愚かなゆえんは、軟弱な砂の上に自分の家を建てた点にあります。その結果として両者の家に雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲うということがリアルに描写されています。ここには災害として上から雨が降り、横から風が吹き、下から川があふれるというさまざまなものが挙げられています。これらの災害はそれぞれの人生におけるさまざまな困難を意味しております。私たちの人生においては、神との関係において、また人との関係において、また自分との関係において、さまざまな困難、また試練があります。神への不信や人との敵対や自分の病気といった困難、また試練が誰にでも襲ってきます。そうした時に自分の人生の土台を何に基づけたかによって、賢い人と愚かな人に分かれてくると言えるわけであります。このイエスの三条の説教の最後の28から29節には、群衆はその教えに非常に驚いた、彼らの律法学者のようにではなく権威ある者としてお教えになったからであるとあります。この中の権威ある者として、フォースエクスシアン
は神の全権を与えられたもの、すなわち神の最愛の御子としてお教えになったということを意味していると考えられます。すなわちイエスはご降誕の時、すなわちクリスマスの時から神の御子としてお生まれになりましたが、成人されてからもいよいよ天地万物の主なる父なる神に最も愛され、また愛していかれ、このことに基づいて病人や異邦人などのさまざまな隣人に仕えていかれました。その極みが十字架というローマ帝国による極刑、最も卑屈な極刑でありました。しかしこの全き犠牲愛の報いとしてイエスは復活されて、さらに天における父なる神の右に着座され、愛なる永遠なる神の最愛の御子、救い主、救いの王、まことの友として今も私たちを取りなしてくださっておられるということが、聖書において特に人たちによって証言されているのであります。こうした天における父なる神の右に着座されている、愛なる永遠なる神の最愛の御子、救い主、救いの王、まことの友としてのイエス・キリストを人生、さらには生死の岩なる土台として聖書を通して聞き、また深く信じ従うことへと私たちは招かれているのであります。次にお祈りをいたします。天の父なる神様、本日は人生の土台について学びました。イエスが土台である岩の上とそうでない砂の上にそれぞれの家を建てた賢い人と愚かな人について示してくださいました。このイエスの例え話を聖書を通して、また私たちの人生を通してよく吟味していくことができますように。天の父と子と聖霊による守りと導きが新型コロナの影響下の、また集中豪雨被災の本学の関係者、また日本世界のそれらの人々と共にありますように。この祈りを御子救い主ともなる、まことの友なるイエス・キリストによって父なる神の御前にお捧げいたします。アーメン。最後に構想です。パイプオルガンの音楽を聴きながらしばし黙祷して礼拝を終わります。